気力を考えるときに圧力で考えると物体の底からかかる水圧を上からかかる水圧、底からかかる水圧の方が大きくなります。それが浮力となって働くわけですよね。なので気泡があっても気泡自身がその水深の水圧で圧縮されているので物体にかかる圧力は変わりません。なので浮力が同じ、物体は沈みません。でも物体に筒をかぶせると物体は沈んでいきます。筒の中が気泡で満たされます。そうすると水位が少し上がるんですよね。なぜかというと気泡が混ざった分筒の中の水の密度が小さくなった状態になります。でもこの口では外部の水圧と筒の中の水圧が等しくなければならない。密度が小さくなった分だけ水位が高くなる。物体にかかる水圧は密度が小さくなった分だけ小さくなるので浮力も小さくなります。なので物体は沈んでいきます。でも筒の下まで行って止まってしまいます。なぜかというとここから下は水圧が高くなってきます。圧力関係を見ていくと浮力は少し大きくなります。重力とバランスが取れたところで止まってしまうのでこの出口付近で物体は止まるということなんですね。